皆さんご機嫌いかがでしょうか大和物語の第111弾です。今日はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれは大きいという漢字です。次は肉付きの禅という漢字です。読み方はだ。次はい。これはせ。 次は、ん。これは、の。次は、か。これは、見るという漢字を崩したもので、みと読みます。次は、き。これは、ん。それから、ひ。次は、ら。これは、の。次は、む。これは、はるという漢字を崩したもので、すと読みます。 次は、免許の面という漢字を崩したもので、目と読みます。次は、と。これは、も。これは、あです。次は、可能のかという漢字を崩したもので、かと読みます。次は、た。これは、の。そして、うい。次は、と。これは、のぼるという漢字を崩したもので、とと読みます。 これは、い。次は、ふ。これは、ところという漢字をくずしたものです。次は、にという漢字をくずしたもので、にと読みます。次は、す。これは、さんという漢字をくずしたもので、みと読みます。次は、剣頭しの剣という漢字をくずしたもので、けと読みます。これは、り。 それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。大膳の神、金平の娘ども、あがたの胃というところに住みけり。大膳の神、金平の娘たちは、あがたの胃というところに住んでいたとなります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。 まずこれは、おいてという漢字を崩したもので、おと読みます。次は、本という漢字を崩したもので、ほと読みます。次は、い。これは、こ。次は、わ。そして、き。次は、さ。これは、い。次は、の。これは、さんという漢字を崩したもので、みと読みます。次は、や。 これはに。次は少ないという漢字を崩したものです。次は将軍の将という漢字を崩したものです。読み方は志という漢字を崩したもので、しと読みます。次はや。これはう。次はし。これはやです。そしてう。次はの。 これは古いという漢字を崩したもので、こと読みます。次はと。これはい。次はひ。そしてて。次はさ。これはふ。この部分はら。次はひ。そして介護の回という漢字を崩したもので、けと読みます。次はり。 それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう大井子は記載の宮に少々の子と言いて侍ブライ長女でいらっしゃる方は記載の宮に少々の子と呼ばれてお使いしていたとなります次はここからです拡大して読んでいきましょう まずこれは3という数字です。崩していない場合は大抵そのまま漢字で読んでみましょう。次は2という漢字を崩したもので2と読みます。次はあ。これは多いという漢字を崩したものでたと読みます。次はり。これは遣唐使の剣という漢字を崩したものでけと読みます。 次はる。これは備えるという漢字を崩したものです。次はあとという漢字を崩したものです。次は守るという漢字を崩したものです。読み仮名は一応読んでみましょう。これはび。次はご。これはの。 次は可能のかという漢字を崩したものでかと読みます次は3という漢字を崩したものでみと読みます次はさこれはね次はあ次はきこの部分はらそれではこれまで読んできたところを振り返ってみましょうさんにあたりける。 ビンゴの神、サネアキラ。三女にあたる方は、ビンゴの神、サネアキラがとなります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれは、ま。次は、多いという漢字を崩したもので、たと読みます。次は、わ。 これは可能の可という漢字を崩したもので、可と読みます。次は置いてという漢字を崩したもので、おと読みます。次はと。これはこ。次はな。そしてり。次は検討士の剣という漢字を崩したもので、けと読みます。次は流れるという漢字を崩したもので、ると読みます。 次は時。読みがなはと。次はきこれはにという漢字を崩したもので、にと読みます。次はな。これはん。そしてものという漢字を崩したもので、はと読みます。次はし。次はめ。 これは能力の能という漢字を崩したもので、能と読みます。次は置いてという漢字を崩したもので、おと読みます。これはと。次はこ。これは二塗りのにという漢字を崩したもので、にと読みます。次はし。次はた。これはり。 これは介護の介という漢字を崩したもので、けと読みます。次は流れるという漢字を崩したもので、ると読みます。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。まだ若男なりける時になん、初めの男にしたりける。まだ若かった時に最初の夫にしていたとなります。 次は、ここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれは、春という漢字を崩したもので、すと読みます。次は、万、ま、という漢字を崩したもので、まと読みます。次は、さ。これは、り。そして、け。次は、れんという漢字を崩したもので、れと読みます。次は、 ももののとという漢字を崩したもので、はと読みます。次は「よ」。これは「さん」という漢字を崩したもので「み」と読みます。次は「て」。これは「屋根のや」という漢字を崩したもので「や」と読みます。次は「り」。これは介護の介」という漢字を崩したもので「け」と読みます。次は「るい」という漢字を崩したもので「る」と読みます。 それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。すまざりければ読みてやりける。通ってこなくなった時読んでやったとなります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれは古いという漢字を崩したもので「古」と読みます。次は「の」。これは世の中の世という漢字を崩したものです。 次はにという漢字を崩したもので、にと読みます。次はは。これはか。そしてく。次はて。次はも。これは屋根のやという漢字を崩したもので、やと読みます。次はさんという漢字を崩したもので、みと読みます。次はぬ。これはわ。は 次は可能のかという漢字を崩したもので、かと読みます。次は連という漢字を崩したもので、れと読みます。これは道路のろという漢字を崩したもので、ろと読みます。次はの。これはふ。次はち。これは勢いという漢字を崩したもので、せと読みます。次はをこれは 次は、れんという漢字を崩したもので、れと読みます。次は、耳という漢字を崩したもので、にと読みます。次は、と。これは、ひ。そして、て。次は、わ。これは、おいという漢字を崩したもので、たと読みます。次は、ら。これは、ん。 それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。この世には「かくてもやみぬ別れ地の」「淵瀬を垂れに解いて渡らん」「この世ではこのままでも済んでしまいます」「でも死んでから三途の川を渡る時は淵瀬を誰に尋ねて渡ればよいのでしょうか」「初めてちぎった人に手を引かれて渡る」ということですけれどもね。 となります次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれは「登る」という漢字を崩したもので「と」と読みます。次は「な」。これは「ん」。これは安倍さんの「あ」という漢字を崩したもので「あ」と読みます。次は「り」。これは遣唐使の「けん」という漢字を崩したもので「け」と読みます。 これはる。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。となんありける。と、歌があった。となります。今日はここまでです。それでは皆さん、またお会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。